津波島古墳は、神奈川県横浜市港北区、津島台にある古墳。形状は円墳。横浜市指定史跡に指定されている。末期亀横浜市歴史博物館展示。横浜市北部に広がる下末吉台地から切り離され、鶴見川の中石地内に位置する、独立級、通称、津島台の上部に所在する。東急城は、南西向きに開港する馬蹄型を停止。 周辺平野部との飛行差は約26メートルを測る。上部は一部宅地化されているが、自然林を多く残し、綱島公園として整備されている。綱島古墳は丘陵南東部の稜線上に位置し、墳頂部の標高は34.76メートルを測る。綱島公園再整備事業に伴い、埋蔵文化財としての古墳の保護、 および史跡指定に向けた詳細把握を目的として、横浜市教育委員会により1989年に発掘調査が行われた。その結果、墳丘思想部より、円筒波庭のほか、末期亀、端期間などが出土した。異物の年代から、築造年代は5世紀末と推定される。また墳長部では、母校の掘り込みらしき、平面プランとともに、自家等、 トースが出土し、その配置状況から埋葬施設は北東方向に主軸を取る木管地下層と推定された。これらの出土遺物は横浜市歴史博物館に所蔵されている。鶴見川流域に残る数少ない古墳として、古墳域は1989年に横浜市指定史跡に指定されている。直径20メートル。 噴居からの高さ約5メートルの塩噴と考えられていたが、1980年の江北区市編3事業に伴う測量調査の結果、噴鏡東側にわずかな張り出しを持つことが確認され、ホタテ海型前方後円噴や、ごく小規模な前方部を持つ前方後円噴である可能性も指摘されている。ありがとうございます。